ひひ、どうでしょう。いまいちね。ああ、きっぱり言ってくれますね。あなたが強くなってくれれば、魔女退治の効率は上がるわ。期待の裏返しと考えてちょうだい。はいはい、わかってますよ。わかってない。あなたはまだハサミを使いこなせていない。まだまだ、あなたは自分の力を引き出せるはずよ。だといいんですけどね。アケミさんってばスパルタなんですから。カナメさん？こんなところに何の用事？今日は、その、相談があってきたの。相談？私、あれからいろいろ考えたの。知らないところで、魔法少女が戦っていて、自分たちだって危険なのに、それでも、町の人たちの安全を守っているって。私とか、さやかちゃんも、魔法少女がいなかったら、きっと、命がなかったんだって。そうよ。だからあなたはおとなしく。私が魔法少女になったら、ホムラちゃんの力になれるかな。あ、これ、やばいやつだ。私って昔から、得意な学科とか、人に自慢できる才能とかなくて、きっとこれからこの先ずっと、誰の役にも立てないまま、迷惑ばかりかけていくのかなって。それが、嫌でしょうがなかったの。でも、ホムラちゃんたちと会って、私たちを助けてもらって、同じことができるかもって、キューベイに言われて、私も魔法少女になって、ホムラちゃんの力に。やめなさい。足手まといなの。ただでさえ、一人面倒を見なきゃいけないのに、あなたのことまで見ていられない。でも、甘い考えは捨てて、あなたは、魔法少女になっても、みんなを悲しませるだけなのよ。ホムラちゃん、ごめんね。ごめん、マドカ。やっぱり、優しいですね、カナメさんは。優しすぎるわ。でも、流れ玉で私を足手まといにするのは。事実を言ったまでよ。ふぅ、きっつー。あの三つ編みメガネのかわいいホムラちゃんはどこへ。頭に風穴を開けられたい。冗談、冗談ですって。それじゃあ、特訓の続き始めましょうか。ええ、そうね。あけみさんいつも抱え込みすぎますからね。少しでも気を楽にさせてあげられるといいんですけど。よかったら、チャンネル登録とナイスボタン、よろしくお願いします。簡単に例えると、僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ。